エコジュニアです。今日も見てくれて本当にありがとうございます。今日はですね、キワヤ商会さんにお邪魔しております。今日お邪魔したのは、去年の11月ぐらいに日本に入ってきました新しいウクレレブランド、カイウクレレについて輸入代理店のキワヤ商会さんに、いろいろ聞きたいと思います。で、今日このカイウクレレを説明していただくのが、キワヤ商会さんの新井さんになります。よろしくお願いします。では早速、カイウクレレがちょっとどんなウクレレなのかちょっと紹介してもらってもよろしいでしょうか。はい、カイウクレレは台湾で作っているウクレレになります。特徴はですね、様々なバリエーションがあります。スロテッドヘッドがあり、サウンドホールがですね、横についているサイドホールというものがございまして、グロス塗装だったりサテンフィニッシュだったり、様々な種類がございます。このウクレレを、はい、キワヤ商会さんが輸入代理店として扱う、こう経緯ってどういう経緯があったんでしょうか。はい、中国でですね、最も大きい工場で作られていまして、もともと弊社の K-WEB というモデルがあったんですけれども、そこで作っていただいていた工場の方が独立して新しいブランドを立ち上げるという話をこの度いただきまして、そこの息子さん、ラリビーで修行されていた方が弊社の社長と仲がよくご紹介していただいた、商品でございます。じゃあちょっと改めて代表的なモデルを紹介してください。こちらがテナーサイズになります。モデルが KT の BD というモデルです。スローデッドヘッドになっていて、芝には陰影がこのように美しく入ってます。オールメイプルのボディになります。こちらがサイドホールになりまして、エルボーカットが入っております。インレイがやっぱいかにもラルピーで修行してたっていう感じですね。はい、ちょっと弾いてみます。硬いイメージがあるんですけど、これ結構深くて、はい、なんか奥行きのある音ですね。そうですね、テナーサイズになりますので十分低音も出ますし、メイプル特有の、跳ね返りの良さもございます。あとエンドピンがついてるのって、はい、これをカイウクレレの標準仕様って感じですか。はい、エンドピンはですね、ほぼ、全てのモデルについています。はい、こちらのモデルが、コンサートサイズの KC5000R というモデルになります。スロテッドヘッドになっています。ボディはアカシア材になります。サイドホールもこちらも付いています。あとエンドピンですね、ロス塗装になっていてとても綺麗です。でスローテッドヘッドだとこんな感じになるとかっていうのあるんですか。はい、まずですね、この弦のですね、角度が、通常のペグよりも、深く、なりますので、弦のテンションが、かかります。それによって、ちょっと抑えるのは通常より、テンションできつくなってしまうかもしれませんが、音の張りというのが段違いに良いです。じゃあ結構メロディーとか弾く時とか、はいはい、そういう時に合ってるって感じですか。はい、あと、まあ、激しい曲だったりとかっていうのも合うと思います。なるほど。はい、こちらが、テナーサイズになります。 KT5000R というモデルになります。こちらはスローデッドヘッドになっております。ボディはアカシア材、サイドホールがついていまして、こちらピックアップのエンドピンになります。
ちらピックアップ付きのモデルでございます。こちらのサウンドホールの、ところから、ボリュームトーンを操作できます。ステージなんかでも、使えます。こちらはですね、コンサートサイズ KC700C というモデルになります。ペグはこちらは普通のペグになります。ボディがですね、シダートップの、サイドバックがコーディア材というものになります。こちらもサイドホールと、エンドピンが付いております。トップがシダーなので、とても太い感じの音質になりますね。やっぱこうギターっぽい作りって言ったらあれですけど、はい、なんかやっぱね、今までのこうトラディショナルのウクレレにこう囚われず、はい、カットウェイ入れたりとか。そうですね、こちらカットウェイ入っているので、まあ、ハイポジション弾く方だとかに向いてます。はい、こちらがコンサートサイズ KC100GBK というモデルになります。ヘッドはスロテッドヘッドになっております。ボディはマホガニーになります。こちらもサイドホールとエンドピンが付いております。やっぱこのサイドホールがついてるから自分にも聞こえやすいみたいな感じなんですかね。そうですね、通常、ギターとかもそうですけども、一番よく聞こえるのってこちらから音が出てる向かい側の人だと思うんですけれども、こちらに穴が開いてることによって、自分にもリアルタイムでいい音が感じれるというシステムですね。はい、こちらが、コンサートサイズ KC100GBL になります。スロデッドヘッドになっております。マッチングヘッドのような色合いになってます。色はちょっと青っぽい、緑っぽい、深い色ですね。サイドホールが、ついていて、エンドピンがついております。カモメと船が、付いております。はい、こちらが、コンサートサイズ KCI の、90でございます。ペグは通常ペグになっております。ボディは、メイプルになります。こちらもサイドホールとエンドピンが付いております。塗装はサテンフィニッシュのようなちょっと進んだところになっています。
メイプルなので、跳ね返りもよくですね、さっぱりとした、早い曲なんかに合うんじゃないかなと思います。やっぱ木が違うだけで全然違いますね。そうですね。へえ。やっぱこれいろんな木を使って作ってるブランドのウクレレだからこそ違いが分かるというか、自分に合うウクレレを見つけていただければと思います。はい、こちらがソプラノサイズになります。モデルが KSSG というモデルになります。こちらはですね、全部プラスチックになります。サイドホールはなく、エンドピンだけ付いております。こちらのモデルはですね、こちらの専用のケースが付いております。とても可愛らしいケースです。ショルダーが付いてます。これボディも薄い感じですよね。なんかはい、ちょっとだけバッグがラウンドしております。ね、とても抱えやすいモデルです。お子様でもなんか抱えやすいみたいな。そうですね。フェーマスをはじめいろいろなウクレレ取り扱ってらっしゃるじゃないですか。はい、その中でやっぱこのカイウクレレのなんか魅力というか、はい、他にはないところってどんなところがあったりしますか。はい、やっぱりですね、スローテッドヘッドになっているとか、あとあんまりウクレレでは少ないサイドホールですね、こちらがついているっていうのは、他のブランドとも、被らず面白いユニークなバリエーションかなと思います。これ正直国産とかハワイでこれと同じ仕様を作ったら、はい、かなりの値段になっちゃうけど、そうですね、お求めやすい価格になってるって感じですかね。はい、はい、仕上げもですね、非常に、丁寧に作ってありますので、とても品質的にも問題は見受けられないですね。じゃあどうも新井さんどうもありがとうございました。カイウクレレの方ですね、島村楽器のお店にも、ぼちぼち入荷しております。ぜひですね、見かけたらちょっと試してみてください。今日はどうも本当にありがとうございました。次回の動画は実はこのカイウクレレから島村楽器限定、販売モデルというものがいくつか紹介しますので、そのラインナップについてまた新井さんにしたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあそれでは皆さん、またね。今日も見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マハロー。